途中経過ですね。やっぱり一部屋、これはね、福島から帰ってきて、やっぱり一つの部屋、一つのところから、とりあえず仕上げた方がいいよということで、まあ、まずは、ここからになります。でとりあえず順番として、まあ、大体まあこれぐらいでいいかな。結構アバウトだけど、まあここがコの字回路になるんで、ちょっとここは一人部屋にしようか。うん、一人部屋にしよう。うん、そうしよう。というわけで一人部屋になるのが濃厚なところですが、まあ、あとはここ捨て張りをバババババンと貼ってしまえばもっともっと、分かりやすくなるん で問題はですね、多分じゃなくて今分かったけれども、この壁の仕切りの中に、畳使おうと思ってます。その畳っていうのは今あそこにあるやつで、その畳を、断熱材兼、防音の壁としてですね、ここに打っていこうと思ってます。なので、まあ、まずは捨て張りを打ち終わって、ここら辺の材をきれいにして、ここら辺に、あんまり大きいものを置かないことですね。で、だいたいここに壁ができてしまえば、もうあんまり大きなものは置けないっていう風になるので、壁が作っちゃえば、あとはここの窓を作って、まあ、あとはここ天井を張っちゃえばいいっていう風になる。あ、まだなんないか。VVF ケーブル。これ延長しないとだからな。まあ一応こっちにはそんなに大きなものは置かないっていう制約ができるので、まあそれでいいかとは思います。まずは捨て張りっすね。午後はこれでちょっと多少ね、車の中の荷物を下ろせるから、これで一安心って感じです。でもまあまだまだちょっと続いていきます。はーい。今日は何時だっけ。5月23です。はい。そしたら、うん。いい感じになってきました。まあ、一応、部屋じゃねえや、車の中の、コンパネ、断熱材、もらった窓枠、はい。スタイルフォーム、あとは、移動した、襖の解体したやつ。は全部隅に来ました。なのでまずここはもう壁で塞がってしまうから、まああとはあそこのコの字の廊下ができるので、あとはここの窓とここの天井かだけが、まあこっち側にあればいいんで、まあそんなに大きなものが必要ない、もしくは大きなものをこっちに置かないようにね、すればあとは万事 OK ということなので、まずこっちから決めていきます。まず一つの部屋からやっていきます。まあ一つのゾーン、もうこれ全部ゾーンで考えないとダメだな。でまあとにかくゾーンの中でも一つなんで、まあ一つずつやっていこうかなって感じです。で、ちょっと小腹空いたんで、ちょっとイオンに行ってくるけども、まああとはあれか、ここのまあ断熱材とかはここに置いといていいとして、全部コンパネでまあ捨て張りを敷いたら、実はこのブルーシートの下のこのね廊下と実はレベルが一緒っていうことに気づいたんよ。だからこういうなんだろう、敷居みたいなの全部取っ払っちゃっていいと思う。うん、
ということなので、多分ね、フラットにできると思う。捨て針で増し針をするところはして、そのままのところはそのままでいいと思います。だから、その、なんだっけ、回り木だっけな、その襖のレールになってるやつを全部取れば、実は全部フラットになるっていうのをようやく今気づいたんで、まあ、あとはちょっと、今日これ捨て針を貼っていこうかと思ったけど、思いのほか濡れててちょっと乾かさないとダメなんで、まあ、ちょっと今日はこんなもので、こんな感じでちょっと扇風機当てながら、まあ、あいにくの雨なんで、まあ、乾かしながらやっていきたいと思います。であとは、ちゃんと作戦立ててやっていこうかと思います。むしろまあ、この間、ね、他のトンゼハウス行って、大工さんから教えてもらったけど、いやね、すげえ進んだ。マジ進んだ。とにかく一つ一つだね。ここ一個決まっちゃえば、スタタタタっていくと思う。で、あとここで枠を作って、ね、あと道具はあっちにあるから、畳さえ全部移動させてきちゃえばいい。要はこの畳でここの壁作るから、畳を入れる。あとは型枠みたいなものをトントントンってビス打ち込みながら作っちゃえばもう決まる。で、畳さえ動かし忘れなければもうできる。ので、5月中にちょっとこっち半分は終わらしたいです。で、問題は2段ベッドだけど、ちょっと終わりそうにない。なので2段ベッドは諦めてオープンしていきます。そんな感じです。で、あと、クラウドファンディングも、レディフォーに申し込んで、今ちょっと文章考えてますので、はい、ちょっとまあそっちの方も、また告知はしますが、告知はします。はい、そんな感じです、今日は。まあ、ちょっと腹減ったから、イオンに行ってきます。ではでは。